ニューポール28国立アメリカ空軍博物館にあるニューポール28のレプリカニューポール28はギュスターブ・ドラージュによって設計されニューポール社で生産された第一次世界大戦当時のフランスの服用戦闘機。本機はアメリカの戦闘機部隊が最初に使用した戦闘機として有名である。 1917年中頃の時点において、ニューポール17では、ドイツの新鋭戦闘機に対抗できないこと、そして例えばニューポール24ビスのような17の直径の発展型では、著しい性能向上を期待できないことが明らかになっていた。実際、フランス軍ではニューポール戦闘機は、すでに急速にスパッド、S7 に交代しつつあった。 ニューポール28の設計は、ニューポール17に代表される、軽量、高機動性のロータリーエンジン戦闘機のコンセプトを、その当時のより過酷な戦闘環境に適合させる、試みだった。武装は、最新の同調機銃2丁とされ、強力なエンジンを装備し、翼構造も従来のニューポール機の V 型支柱、一応半タイプの、ものから、 上下翼を2本の支柱で支えた、通常の形式に改められた。補助翼は、下翼にだけあった。ビブのデザインは、ニューポール27のものを引き継いでいたが、胴体は、非常に細いものとなり、そのため2丁の機関銃を左にずらして、装着しなければならないほどだった。1918年初めに、最初のニューポール28生産機が現れた時、 フランス軍の見解ではすでにニューポール機は余分な存在だった。スパッド S-13 はほとんどの点で優位に立っており、フランスの標準戦闘機として確固たる地位を築いていた。一方、アメリカ陸軍航空部では計画中の追撃飛行隊に装備する戦闘機がひどく不足していた。 スパッド戦闘機の使用は、イスパの水ザエンジンの不足のために真っ先に付加とされた。そしてその代わりに、ニューポール機が提案され、アメリカ欧州派遣軍は、やむを得ず、それを、臨時の選択肢として採用した。合計297機のニューポール28が、アメリカ軍に購入され、1918年3月に、行動を開始する最初のアメリカ戦闘機体の、 装備機とされた。アフの第27、9、95及び103の4個、追撃飛行隊は共に、ニューポール28を装備して、作戦を開始した。エディリッケンバッカーと上記のニューポール28、オフセットされた機銃の位置に注意。1918年4月14日、第94飛行隊のアラン・ウィンズローを注意と、 ダグラス・キャンベル中尉は2回目の武装パトロールにおいて、それぞれ敵機を撃墜し、アフ戦闘機部隊として、初めての戦果を上げた。クエンティン・ルーズベルトや26機のスコアを上げた、アメリカの撃墜王、エディ・リッケンバッカー隊員などを含む、著名な第一次世界大戦のアメリカの戦闘機パイロットはその戦歴を、ニューポール28で開始している。しかし、ニューポール28は、 全体的には成功策とは言い難いものだった。操縦が容易で機動性も非常に高いが、性能は平凡であり、またエンジンの信頼性も低かった。さらに深刻なことに、合板と布の混成による翼の外皮にも問題があった。翼の後部に貼られている保布は風を受けて膨らみ、前半部の合板部分から剥がれる傾向があった。 この問題は速やかに解決されたが、スパッド機の利用が可能になるとすぐに、アメリカ軍のニューポール機は交代させられてしまった。スパッドへの機種変換は1918年7月末までに終了した。大戦終結後、ニューポール28のうち数機はアメリカに戻る部隊と一緒に大西洋を渡った。またいくつかは様々な国の空軍に供給された。 スイスは15機のニューポール28の引き渡しを受け、ギリシャも少数を受け取った。ニューポール28諸原性能武装。ありがとうございます。